はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら、じゃじゃん。はい、ついに出た、グランジスタから、ゴジータですね。劇場版ゴジータ、うん、こちらついに出ましたね。いやー、めっちゃかっこよさそう。これはね、ちょっとマジで欲しかったやつですね。はい、いやー、これはね、いや、ほんと苦労したわ。うん、まあ、ゲームセンター行ってね、まあ、あるのを確かめて、とりあえずね、うん、で、とりあえず、両替切って、まあ、2000円ね、崩して帰ってきましたけれども、まあ、とりあえずね、開封していきましょう。はい、一応ね、箱から出してみました。まずね、こういう感じで、下半身、いや、でけえな、やっぱグランジスタだから。で、上半身で、帯で、頭部で、補助パーツ。はい、こういう構成ですね。はい、では早速ね、組み立てて詳細を見ていきましょう。はい、一応ね、開封したんですけれどもね、ちょっとびっくりしたことに、これ下半身なんですけど、めっちゃ軽いんですよ。今まですげー、これだけで結構な重さあったのに、めちゃくちゃ軽いんですよ。スッカスカですよ、これ多分。なんだこの軽さと思って。ちょっとグラム測ってみましょうね。はい、まあ、こういうね、デジタルグラム、はい、こちらはね、ご用意しました。はい、ではね、乗せてみますね。はい、 180g ですよ。まあ、他のをね、測ってないんですけど、まあ、上半身と比べてみましょう。上半身はね、いつも通りの重さです。はい、はい、上半身236、もう55g 以上ですよ、もう差が。いや、下半身の方が大きいのに上半身の方が重いっていうね、うん、これはどういうことでしょうかね。うん、まあ、一応頭部で 63g ぐらいか、うん、いや、びっくりしちゃってね、まあ、とりあえずグラム測ってみようと思ってちょっと動画にアップさせていただきましたが、ではね、組み立て続きます。はい、組み終わりましたんで、見ていきましょう。こちら、いや、めっちゃかっけんですけど、いや、超かっこよくない、これ。うわ、めっちゃかっこいい。うわ、やば。いや、これはかっこいいですね。うん、しかもね、この腰帯がね、前の方にたなびいてるのがまたいいね、躍動感があってね、うん、こうやってね、うん、風になびいてる感がすげえ。かっこいい。うわ、この角度最高だね。めっちゃかっこいいわ、これ。うん、まあ、あとね、まあ、強いて、まあ、もちろんね、問題が全然ないわけじゃない。うん、まあ、やっぱね、うん、プライズなだけあって安っぽさはある。まあ、成型色丸出しっていう感じだね。特にもうこの、下のね、ズボンなんてもうこれ全然シャドウとかも全然吹いてないですからね。ほんと成型色丸出しで、うん、で、筋肉とかの表現も全く陰影とかね、もうほんとシャドウないし、墨も入ってないしね、墨入れとかもね、もうもちろんなんだけど、あと顔とかのね、うん、凹凸部分とかも、まあ、
特にこうねシャドウを吹いてるわけでもない、全くのね本当成型色ですね、うん、そこはちょっと残念かな。まあしょうがないっちゃしょうがないんだけどね。で多分ね下半身が空っぽになってんのも、まあ、重心のバランスなのかな。確かに前よりねがっちり立つんですよ、うん、がっちり立つんでそういう部分なのかなとも思うんですけどね、まあ、あとはコストの面ね、うん、まあ、どっちも考慮して多分この下半身だけちょっと空っぽに仕様的な感じになったんだと思いますけどね。いやでもねほんとかっこいいわこれマジで、うん、グランジスタ史上最高かもしれん。いやーいいなーこれ。いやほんとねでもねそれだけにほんと惜しい、そういうシャドウが全然入ってないっていうのは、まあ、ちょっと自分でやろうかな。ここまでかっこいい造形なのにもったいない感があるんだよな、そういうところが、うん、ちょっと手加えたいな。いやーでもほんとかっこいいわこれ、想像以上。いやーかっこいい、めっちゃかっこいいわ。はい、ということでね、まあ一応今回はねグランジスタゴジータご紹介しましたが、これはね本当おすすめですね、うん、本当ドラゴンボール好きならね納得できるかと思います、うん、なので皆さんもねぜひね、UFO キャッチャーチャレンジしてみてください。まあね私のように購入してもいいと思います。はい、ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います、もしよければねチャンネル登録、あとね、いいねコメントぜひねください、ではねこの後、まあ、ちょっと題材乗っけてね、一回転しながらお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。